こんにちは、金子でございます。ということで、ちょっと急遽動画を撮っております。ちょっと本題に入る前に、1個前の動画で、このスタジオのルームツアーの動画を上げさせていただきました。僕正直ね、受け入れてもらえるかなと思って心配だったんですよ。そしたらものすごい皆さん温かい声ばっかで、もうね、本当に嬉しかった。まあ、中には前の方が良かったよとか、もうちょっとこうした方が良かったんじゃねえのかっていう声もいただきました。僕もこのスタジオについてもう少し話したいことがありますんで、それはまた別の動画で話させてください。で、緊急事態っていうのがですね、ちょっと実際行った方が早いですね、これ。スタジオに来ました。ちょっと皆さん、これ気づきませんか？この反響、わかります？こう喋る。ヤッホーヤッホーヤッホーね、ものすごい反響するんですよ。体育館ですかっていうぐらいの反響の仕方なんですよ。でこれが僕のいつも使ってるマイクですね。でちょっとピンマイクに変えます。はい、ピンマイクに変えました。ピンマイクに変えるとだいぶ良くなるんですけど、それでもまだかなり反響しますよね。この現象をなんか部屋鳴りっていうらしいんですよ。なんでこういう風に反響するかというと、このキッチンってまだガラーンとしてるんですよ。まだここにも何もないし、ソファーとかもないんで、音をこう吸収するものがないんですよ。布とかソファーとかが音をよく吸収するらしいんですけど、そういうものがないのでものすごく反響しちゃいます。これね、こんだけ音が反響しちゃってるとめちゃくちゃ皆さん疲れちゃいますよね。僕も昨日1本目の動画を撮影し終わってですね、で編集してて気づいたんですよ。もううわーと思っちゃいましたね。うわ、これどうしようと思って。でまた天井がすごく高いんでね、こうお隣がしやすいんですね。いや、これはね、完全に盲点でしたね。くっそーって感じなんですよ。でもこれはね、対策できると思います。例えば天井にギザギザのスポンジをバーッと貼るとか、ソファーとか置いたりすればだいぶ良くなるとは思うんですよ。でもちょっとそれまでに時間がかかりますので、本当は僕はこっから、はい、どうもじゃ金子でございますということで、本日の食材がこちらっていう風にやりたかったんですけど、てか1本目の動画そういう風にやったんですけど、ちょっとスタイルを変えようかなと思います。キッチンスタジオのこの反響音、これが良くなるまでこっちの土間作業スペースで撮影したいと思います。こっちだとお隣してないと思います、全然響かないんでね。それここに窓がありますので、窓を開ければもうよっぽど反響しません。で光量も十分なので撮れます。ここでちょっと今干し網が洗ってありますけど、ここにこんだけいいシンクがありますんでね、これめちゃめちゃでかいですからね。これブリとかも余裕でおろせますから。で火を使う時だけ向こうのスタジオのコンロを使って、で実食はこちらの和室で実食をしたいと思います。まあ、当初迷ったんですよ。向こうで実食するか和室で実食するかって。まあ、なのであっちじゃなくてこっちで実食を取っていきたいと思います。こっちの方が雰囲気があるかなって思いますね。で流れ的には、はい、どうもじゃ金子でございます。ということで、本日の食材はこちら。本日の食材はじゃないですね。もう一回お願いします。はい、どうもじゃ金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。で、土間作業スペースに行って、よいしょ、ガッチガチのスルメイカということでね、それではこちらをさばいていくとか、こういう感じでやっていきたいと思います。で、実食ここで、金色のやつ。まあ、実食はこのアングルかな。このアングルから、俺が食っとる顔なんて皆さん、あんま見たくないと思いますんでね、これでいきたいと思います。よくないですか？どうですか？僕はいいなと思いますね。これ全くもって設計のミスとかではないんですね。物がまだたくさん入ってないっていうのと、天井がものすごい高いっていう、この2つが原因かなと思いますね。これ対応できますので、ちょっと皆さんお待ちください。で皆さんによって1個だけお願いがあります。ですね、1本目に撮影した動画だけちょっと部屋鳴りがすごいんですけど、上げさせてください。お願いします。僕撮影前に試しでキッチン使うとか一切しなかったんですよ。あえてもう初めての感じを動画に収めたいなと思ってしなかったんですよ。まあ、だからこそ撮影して編集するまで部屋なりに気づけなかったんですけどね。ちょっと1本目だけすいません、部屋なりがすごいですけど、ちょっとだけ我慢して聞いてください。せめてピンマイクにすればよかったなと思いました。くっそ、ミスった。前のスタジオはもうマイクの設定とか一切気にしたことなかったですね。でマイクもそうなんですけど、この光の調節もすげえ難しいんですよ。前の家は光がもう最低限しかなかったんで、カメラがうまいこと自動で綺麗に見せてくれてたんですけど、ここのスタジオって光が強すぎるんで、カメラが逆にこう自動で調節しちゃって暗く見せちゃうんですよね。今はだいぶ改善できてると思いますけど、ルームツアーの動画とか、これ照明こだわってるんですよとか言いつつ、画面はめっちゃ暗かったりしてませんでしたか？あれってカメラのこう自動補正でちょっと暗くなっちゃってたんですね。カメラの設定とかマイクの設定がものすごい重要になってくるスタジオだなと思いました。ちょっと音が聞きにくい場面が多いと思いますけど、ご理解ください。
すいません。今夜の10時なんですけど、外が暗いですよね。ちょっと庭のライトの感じとか、ちょっと皆さんに見ていただきたいです。ちょっと行きましょう。庭です。静かですね。いいですね。これ何もついてない状態です。じゃあつけます。めっちゃ明るくないですか？ね、ここ夜とかバーベキュー普通にできますからね。で、ここね、5メーターの壁で囲ってあるんですけど、意外と光が入るんですよ。あとガレージ。ガレージもね、こう、いろいろ物を運んでいる最中です。ずらーっとね、こういうキャンプ用品とか七輪とかバーベキューコンロとかちょっと長めの椅子とかで、あん中に釣り具が入ってたりだとかで、ここにロッドケース、竿があって、でここにリールとかいろいろありまして、まだもっともっと持ってくるんですけど、この中もねリールホルダーになってて着実に出来上がってきております。はい、というわけで、ここのメインキッチンの毛穴りが改善されるまで、ひとまず土間作業スペースと和室をメインに動画を撮影していきますので、よろしくお願いします。ちょっと一本目だけ、ちょっと本当マジで申し訳ない。許してください。ご視聴ありがとうございました。